といったわけで、インカバー貼り付けました。最初、全部塗装するつもりだったので、外してしまった。塗装しない方が、わかりやすいかなって思って、本体のみ、ソフト99のシャーシブラックで、塗装。どうやらホルツよりソフト99の方が、性能もツヤも高いわ。ほれー、こんなにビッカビカやでー、めっちゃ焼き入れしたけど、装着すればエンジン熱でも、自然に焼けます。どんぶりみたいやな。クイ、クイ、クイ。アルミフィンは、うちのアイデンティティだからね。それでは、装着後の動画を、ご覧ください。